寝坊しギュッとするとギュッとするとあのこれできるじゃん。でこれこうやるとあのいろいろ設定もできるし。はいどうも、今日からね、僕ミスターとコウテンさんあとくんちゃんメンバーでここの内容、このねアクティビティ共有して、みんなでダイエットしようというそういう企画をやります。カスタマイズそれでまず標準のねアクティビティ400キロなんて甘いんでまずは合法でいきたいと思います。それかはいどうもミスターです。コウテンです。クンです。メンバーです。今日からねチャリンコナイトクラブ再開します。それでちょっとみんな手を出してください。はい、見えますか？アップルウォッチ。これでねアクティビティ測りながらいきます。でくんちゃんメンバーは今日おろしたてなんで初の、アクティビティの参加となります。それでね一応基本的に僕らデブチームは550キロ1日必ずあの運動するということに決めました。で今回はじゃあもちろんあのクリアしなかったら夜、10時ぐらいにまだ間に合うっていう電話をします。なので今後共有しながらね行ってみたいと思います。じゃあとりあえず今日はチャリンコで、行ってきましょう。行ってみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。じゃあ行ってきます。それじゃあ、くんちゃんのターランと久しぶりに見ました。お、セッティングしましたね。ドリンクホルダー俺も欲しいや。ここにあ、これドリンクホルダーじゃない。あ、違う、何これは今パンクした時あ、おお心強い。もうじゃあ左で、はい、よいしょ。はいはい、いいですか。あ、どうぞどうぞ、僕カメラ回しますんで行ってください。じゃあコウテンさん、はい、はい、じゃあくんちゃんメンバー、はい、行ってきます。あ、ごめん、俺あのワークアウトやってねえわ。ワークアウト最後に行きましょう。行ってきます。みんなで、はい、ちょっと待ってください。じゃあワークアウト、じゃあ今から待ってくださいね。じゃあ最後もう消してもう一分いいの。じゃあ1、2、3、はいで押しますか。あ、もう押せた。あ、じゃあ OK。 じゃあ、あ、押しました。僕もさあ、それじゃあね行ってみましょう。じゃあで、くんちゃん、あの、わからんことあったらさ、コウタさんにさ、あの、いろいろ聞いたほうがいい。あの、心拍数とか見ながらとかさ。で、理想を言うと、15分間は、はい、140とかまで上げて、命を上げたほうが、後々効果的。ゆっくり見て。120? お、90だぜ、俺。40? え、コウタさんは僕、じゃ仕事の電話が。ミスター今いくつ？僕今90。はい。はい、なんか問題ありました？くんちゃん、あの iPhone の方から。はい。体重とか設定してないとおかしいことになるかな。確かあったよね、設定が。ありましたっけ？携帯は設定したはず、はい。はい、それではね、設定、再設定したところで、いきます。さあ、夜のツーリングはね、チャリンコツーリングでもヘッドライトとテール、そうですね、あとベルは必要ですね。さあ、これでカロリーどれだけ消費するでしょうか。情報によるとね、心拍数がかなり大事みたいなんで130付近目指すように行ってみたいですね。はい、マジか、くんちゃん、それ速攻痩せるな。マジ？あ、遅いってこと？はい。はい、復活しました、チャリツーナイト。皆さんね、家に1台ぐらいチャリンコありますよね。それで、その1台ぐらいあるチャリンコで、まあね、格好もつけず、ただひたすら走って痩せようという企画です。
一応ね、まあ体重公表とかはしないと思いますが、パーセンテージ的なものでね、やっていこうと思います。一応ね、体育会系のコンテンさんがいるんで、まあいろんな情報ね、栄養の取り方から、カロリー飛ばし方、運動のね、メニューについて、いろいろサポートありますので、そのサポートの中でね、精一杯やっていこうと思います。まあ車来たりするのでね、北走行守って安全な装備で行きたいと思います。コウテイさん、この BMX のギア比が辛いかも。もうリジットだもん。そうやべえ、何もかも乗ったところでリジットだし、出足もリジットだもん。やばい、なんか高校生に戻った感じですもんね。うん、それからだよね、チャリンコさんにチャイン。そうけどさ、今さ30分こいとるじゃん。それ全然やっぱシャリは簡単、うん、効率がいい。どいい、負担がない。うん、負担、そう、腰の負担ないね。うん、で、これって全体だと、うん、100キロ走ってこの感じにできるから。あー、普通のそれでアクティビティもカロリーもある、ちゃんとあるじゃん、だって漕ぐわけだよ。だけど、ああいう坂の時にそんなにペース落とさなくても登れるから、なるほどあれはね、すごい。さあ、それではね、1箇所目のね、コンビニエンスストアで晩飯を食う予定みたいです。今ね、私が乗ってるのはモーテルワークス。2018年度版のね、モーテルですね。結構気に入っております。まだね、カークラフトカスタム在庫1台だけあるので、欲しい、同じものがね、欲しい方は言ってください。色は、ホワイト、グロス、ツヤリだと思います。よろしくお願いします。はい、はい、それじゃあね、今日2回目の飯、はい、コーテさんもね、はい、これは炭水化物ない、多くですか。多く言えば、はい、これでもちょっと甘くないな。これ、いや、これやりすぎだよね。我慢しすぎ。ああ、うん。なんか後から、うん、腹減るもんね。今も食ってた方がいいよ。でもあのこのサイクリング中ならいいんじゃない、帰りの。マジっすか。あそこの中華寄る？いや寄らんすよ。やべえ、納豆癖。食うよ、余裕だよ。でも納豆はいいと思う。うん、982。もうくるくる余裕だね、今日2日分じゃん。500ポイントは何の設定する？1日の競技カロリー。そう、あの基礎代謝以外のっていうか、アクティビティと、あといろいろ動く、こういう普段の生活と、そのうん、550で目指して、うん、が一番バランスいいですよね。もう700とか600にするとね、クリアできにくくなる。350ぐらいだとちょっと動いてるとちゃんといい。うん、本当に調子悪い時とかは、まあ落とさないとクリアしすぎないことになっちゃうからだけど、うん、こんぐらいだとね、まあまあちょっと意識しないといかない。多分無理ですね、自然と。うん、公園するそう、なんで夜10時ぐらいになって380とかだと、行けばなんとかなるな、行くかってなる。もう自分との戦い。散歩でもいいんだよ、うん、全然本当に、あの無理なくゆっくりでも。さあ、それではタンパク質取ったので行きます。
さあ順調にスピードが乗ってまいりました。先頭行くくんちゃんメンバー、白いベルトがキラリと光っております。2番目はコウテンさん、新品のバッグがぶら下がっております。ちょっと今ブレーキ効かせましたとかわけわかん。ブレーキかけながら行って、ブレーキかけながらじゃねえと負荷かからんすん。まあくんちゃんアクティビティ復帰っていうか初日としてはかなりのいきなりハードワークかも。なかなかあ、そこだったらな、そうだな、これが本当のウィニングランだったのに。さあ着きました。バイクを止めるところに止めた、勝った、お疲れ様でした。いい緊張感とあの筋肉の疲れ、緩やか。アイスもあるよ。いや。あ、クリアしました。クリアした。はい。トータルは560。お、クリアしたじゃん。うん、オッケー。今の走りでどんぐらい？今の走りの部分は。今の走りの部分は。あ、来た。西下さん。来た。競争するとかもあるよね。7日間。そうですね。いや。くんちゃんね、なんてみの小田さんのこの赤いの2周しちゃったみたいな。いやいや恐ろしいな。あ、くんちゃんまだだな。けどまあ確実にクリアできるもんで、くんちゃん今日700、800いくな。ここまで300ぐらいあったもんね。300、うん、ぐらいあったよね。92%。だってここら辺すごいもん、ミスターがね。どこ？こことかさ、113。歩きだけっすよ。マジでやってるのが分かると思う。マジで歩いてるの。さあ今回、復帰しましたくんちゃんメンバー、モックルまで来たわけですがどうですか。うん、マンダム疲れた。マンダム疲れました。本日のねアクティビティは必ず達成できるという、必ず帰らなきゃいけないという、あと帰りのルートをどうするかっていうのが最大の、ちょっとインスタグラム上げてこっかな、せっかくここまでチャリできたということを。はい、じゃあちょっとインスタグラム上げたいと思います。さあそれでは帰りのルートも、頑張っていきましょう。おくんちゃんメンバーもいきなりヤバくなってるじゃん。まあ徐々に上げていきましょう。じゃあ左のルート見たいです。じゃあ左に入ります。あ、やべえ、つけるの忘れた。あ、やべえ、はい、これどうなってます、点滅、点灯、これは、はい、あ、やべえ、サイクリング再開してね。じゃあやった？はい。アクティビティ再開した？さすが、いきなりできた。さあ再開しました。なんかこの軽い負荷がさ、やっぱダイエットとかにつながると思うとちょっとやっぱ楽しくなるっていうか、うん、なんかそういう感覚になった。うん、やっぱこのアプローチは最高。このさ、手もやっぱグリップギューって握るもんでさ、手も結構握力がなくなってくる。しかもこれダッシュすると振られるもんで、握っとらんというかもんでさ、やべ、俺もロードが欲しい。
とか逆な。空気入れといてよかったや。こんな空気なかったら終わっとる。さあさあ、いつもの道に帰ってきました。すごいね、足に負荷をかけてクールダウンしたりして結構いい感じです。順位をね、切り替えながら先頭ローテーションしながらね、目標達成しようとしています。くんちゃんメンバー久しぶりに相当頑張ってるみたいです。さあ、そろそろ見えるでしょうか。さあ、くんちゃんメンバー、いやー、先頭行ってもらっていいですかね。足が回らん。今日さ、だけどそれでも2キロぐらい痩せたと思うよ。うん、ここでこの甘いイチゴの誘惑に負けんときゃ。コンビニはね、見ちゃダメ。うん、あ、マジっすか。俺が誘惑に勝てるかやよって。まあ入りますよ、いいっすよ、行きましょう。すごい爽やか。やっぱね、 BMX もうパンパンになる。どういうアッペ、最高、すがすがしい。さあ、ここで上質のタンパク質とプロテインを、もうスーパーメンいっちゃう。いや、もうコウジさん、僕はあれ行きます。あるんですよね、ライズアップの。どこにあるあれ。ねえじゃん。うそ。さあさあ、あんだけチャリンコしたとはこれっすね。よいしょ。いや、違う、くんちゃん、もう900いっとるもん。おい、マジで。じゃあ僕ね、多分ね、もうあの、あれが足りんかったと思う。あと、まあ、シューの間、くんちゃん、ずっと、くんちゃんの方が頑張った、921、うん、俺840。でもこれ、頑張った分がちゃんと進めるからいいでしょ。計測、あの、ずっと、通ったりしね。そう、もうこれがもうとりあえず絶対に行くように。けど明日からがポイントかも。うん、はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。本日のね、結果を発表したいと思います。それじゃあ、コーテンさん、今日のアクティビティ、よろしくお願いします。何、それぞれ、それぞれの、俺もそうかな、はい、本日全部、はい、多分1427かな。はい、コウテンさん1427、はい、で、くんちゃんメンバーはカロリー、うん、アクティビティ、どこで見るんですか。アクティビティを、自分のアクティビティをしてもらって、勝ってる。僕の方だとくんちゃん941になってるけど、うん、うん、そう、941になってる。はい、で、達成ですね。
初日ながら速攻 171%、うん、すごいです。夕方からだ。夕方からなので、ね、そう上がりますね。で、うん、僕は856、僕も達成いたしました。こんな感じでね、目標を立ててやっていこうと思います。くんちゃめは今日どうでした？疲れました。けどもう汗がもうかかんぐらい体が変わってきた。もうちょっと。ちょっと緩くなった。そうだよな。そういきなり初日で。でも引き締まったと思う。ああ、引き締まったと思う。コジさん、なんかコジさんちょっと引き締まりましたね。ちょっとね。はい。もう僕競輪選手みたいになれる感じの。なるかもしれない。マジな話に。はい。それじゃあまたまあ週1ぐらいでこのチャリンコをちょっとやっていきたいと思います。で、明日からは個人で。そうだね、個人と。アクティビティ見ながら。あとそれぞれみんなあの体重を必ず、あ、そうですね、これ1日2日ずつ複数か、これどっか登録できるんです、体重、この体重はこのままね、ヘルキスケアは、うん、ああ、はい、あの分けるでしょう、これで、はい、じゃあそんな感じでね、チャリ2メンバーナイトチャリ2メンバー募集しております。できればアプローチ持ってるとすごくお互いね刺激し合って、ね、あのダイエットできると思いますので今後もよろしくお願いいたします。それじゃあまた次回お疲れ様でした。お疲れ様でした。チーン、はい。